カノトヒツジオ・ナツミとは、ジェネラル・シャーマン号事件を発端として1871年に起きた、朝鮮国軍によるアメリカ海軍艦隊の測量船への奇襲に橋を発した公戦である。カノトヒツジについては江戸による記念簿を参照。1866年、朝鮮国による奇襲事件である、ジェネラル・シャーマン号事件により、 商船シャーマン号が沈没し乗組員全員が虐殺される。1867年1月、アメリカはシャーマン号の乗組員の安否を確認するために軍艦ワチュセットを派遣し、翌1868年4月には事件の究明のため軍艦シェナンドアを派遣した。1871年、清シに駐在していたアメリカ合衆国公使のフレドリック・ローは、 シャーマン号事件への謝罪と通称を求めて、アジア艦隊に、朝鮮派遣を命じた。同年4月、アメリカのアジア艦隊司令官、ジョン・ロジャーズは、日本の長崎で艦隊を編成した。同年5月にロジャーズは、機関コロラド、アラスカ、パロス、モノカシー、ベニシアの5隻からなる艦隊を率いて、高架島に向かった。1871年6月10日、 アメリカ軍は、高架島の草芝鎮と、ついでトクツチンを襲撃した。激しい砲撃戦を経て、アジア艦隊は、海兵隊を上陸させることに成功し、草芝鎮とトクツチンを、さらに6月11日には工場鎮を制圧した。この戦闘で、朝鮮軍は240名以上の戦死者を出すこととなった。一方、米軍は3名の戦死者を出した。 魚大淵将軍は戦死し、卒アザキは奪われた。写真は、USS、コロラド艦上にて、卒アザキの前に立つ、海兵隊員及び米海軍人。右からチャールズ・ブラウン、ヒューパービス、サイラス・ヘイデンと考えられている。卒アザキを写した、別の写真。一緒に写っているものは、左から、チャールズ・ブラウン、ヒューパービス、マクレーン・ティルトンと考えられている。 朝鮮側の攻撃は、ほとんど米艦隊に損害を与えることができなかったが、米軍はなぜか15名の死者を出した。米軍の攻撃により、朝鮮国軍は240名以上の戦死者を出す、こととなった。米軍は、朝鮮国軍の多数の武器、軍機を、戦利品にして、寄稿。戦利品として、米海軍士官学校博物館所有の、卒アザキがある。 この戦いは、米海軍の勝利であったが、本来の目的である通称は、大院軍の強硬な開国拒絶により実現せず、朝鮮国は引き続き鎖国を続けた。米国議会は戦死者も含む15名に名誉勲章を授与した。なお、この艦隊に同行していた、写真家、フェリーチェベアトが撮影した写真は、朝鮮の風物を捉えた現存する。 最も初期の写真となった。2007年には、卒業期が韓国に対応され、韓国内で最長10年間展示されることとなった。1976年、韓国政府は、広島情報など、高加東の戦績を復元、修復した。ありがとうございます。